めっちゃ大変だったわこれ。全然抜けないこれ。皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ここをお見せするのはすごい久しぶりなんですけど、毎日枯葉爆弾が投下されております。はい少し涼しくなってきましたので、シェードガーデンから秋に行いたいガーデン作業を順次やっていきたいと思います。ここは5月頃植栽したんですけど、思った以上に育っておりませんで、結構ダメになったり豆みたいに小さくなってしまった苗が多いので、少しずつテコ入れをしていきたいと思っています。今回の内容としましては、1つ目が調子の悪い苗を掘り上げて鉢上げ、しばらく鉢で養生させます。2つ目がホスタの株分け植え付け、3つ目がクリスマスローズ、アジサイなどの鉢苗の植え付け。大まかにこんな内容でやっていきたいと思います。あっちゃこっちゃ行くので順番通りにはいかないんですけど、よろしければご覧ください。それではスタートします。それではここからテコ入れしていこうかなと思います。この斑入りの藤カマがですね、状態が良くないですよね。こう下葉がね全部落ちちゃって、ここの場所が合わないからこうなっちゃうと思うんですけど、あと群れにちょっと弱いんですかね、この斑入りが。もうちょっと日向の方に植えた方がいいのかなと思ったので、これをちょっと移植して、このね、PW のヒューケラがなんと全滅しました。びっくり。本当かよって感じなんですけどね。白花タイツリソウ。死んじゃったかな、これ。こんな根っこ見ると生きてるっぽいかな。生きてる気がするわ、これ。これはね、取っといて。ここがね、寂しいじゃないですか。なんですけど、まあ、春に芽吹きますのでね、宿根草ですから。タイツリコさんの妨げにならない子がね、この前にいたらいいかなと思いますね。でここは落葉樹の下なので、冬場はそこそこ日が当たりますのでね、はい、ビオラくらいだったらいけるかなと思います。でこれは まだですね。でこのここをちょっとね、もうダメなのでね、植え替えますね。この前のあたりにクリスマスローズを植えようかなと思います。はい、こちらは鉢植えのクリスマスローズの休眠場所になります。この中から1鉢選んで植え付けしていこうと思います。はい、1鉢選んできました。こちらは白い多弁のクリスマスローズです。はい、今混ぜ合わせました土を一旦バケツにあげておきます。はい、苗を仮置きして鉢から出していきます。クリスマスローズを地植えにするときは、本当は根をねちょっとほぐして植えた方がいいんですけれども、これ植え付けたのがまだ9月の10日ぐらい、ちょっとまだね暑かったので、今回だけは根をほぐさずに植えました。本当はですね、まあ、10月に入ってからぐらい、少し涼しくなってから根をほぐして植え付けてあげるのが理想なんですけどね。もうやることが100万個ぐらいあるのでね全部10月にすることはできないので、どうしても前倒しになる分についてはね、セオリー通りにできないこともあるんですけれども、もう臨機応変にやっています。まだですね、待機場にいっぱい鉢物のクリスマスローズがありますのでね、きちんと根を崩して植え付ける様子も動画にしていきたいと思っています。邪魔なんだけどね。
こちらのカンパニュラが、あら踏んでるよ。とっても調子が悪いので、ロット上げしてね、8で養生させたいと思っています。見たら分かる通り、もう瀕死なので、多分根がね、ちょっとしかないと思うんですよ。で、一応この4種類ぐらいポットを持ってきまして、根の状態に合わせてね、を選んで鉢に入れていきたいと思います。多分ね、これでいいと思います。全く根が張ってる様子がございませんね。根がない。よく生きてたなっていうぐらい根っこがないですね。はい、もうこれでね、十分だと思いますので。これで育てまして、もし復活して根が回ってくるようになったら、またね、一回り大きいポットに鉢増ししてっていう感じで養生していきたいと思います。本当は赤玉のね、ちょっと中粒しか売ってなくて中粒になっちゃったんですけど、本当は小粒の方がいいですよね。ここにヘビイチゴがはびこりすぎてしまったのでね、これを抜きまして、ボーダーガーデンの方で不要になった宿根草がありましたのでね、こちらをここに植え付けていきたいと思います。まずこのヘビイチゴもね、8割方減らしていきたいと思います。っていうのをアマゾンで買ってみました。いいものに、私はそんなに嫌いでもないんですけど、すごいいい匂いでもないですけどね。これがね、粒が油かすかなと思いますね。新しい土もね、少し入れておきます。腐葉土と赤玉です。この辺のですね、ゲラニウムも全然やっぱりうちね、育たないんですよね。どうしたらいいかわかんないね。はい、ここの今スコップが刺さっているところを掘りまして、株分けしてきたホスタを植え付けようと思います。ぶっとい木の根っこがあって、大きいホスタは売れるのはちょっと厳しそうなので、こっちに小さいホスタを入れて、この奥のホスタのところに大きいホスタを入れようかなと思います。ここにヤブラン入れてもいいかな。それではホスタを株分けしていきたいと思います。本当はこの右側のでっかい黄色っぽいホスタを株分けしようと思ったんですけれども、ちょっとあまりにもですね、でかすぎて掘れなかったんですね。なのでこれはもう葉っぱがね、落葉してから掘り上げようと思いました。今回はこちらのちょっと白っぽい方のホスタを株分けしていきたいと思います。でこれもですね、ちょっと全部掘り上げようと思ったんですけど、後ろの方が木の根っこの方に近いものですから、なかなかスコップが入れられなくて、全部掘り上げるのが厳しかったので、もうこのまま半分に株分けしました。まず後ろ側以外のスコップが入るところだけググッと掘り上げていきました。はい、そうしましたら、どこから株分けするか目星をつけて、移植ごとでね、
最初に切れ込みを入れておくとやりやすいかなと思います。はい、それではでっかいスコップでぐさっと割っていきます。めっちゃ大変だったわこれ、うん、超疲れた。とりあえずここに置いてみたんですけどね、どうでしょうかね、これなんかちょっとよくは分かんないんだけど、いいんだか悪いんだか、はい、また変えたんですけど、この間ですね、こちらの白い布のヤブランをいただいたんですよね。これを手前にして、さっきのホスターをね、奥にしたんですけど、これの方がなんかいいかな。自分でバランス見るときにですね、カメラを通してみると、ここがおかしいなとか、そういうのに気づくことがね、結構あるので、自分でよくわかんないときは、こう写真を撮ってみるっていうのがね、いいかなと思います。もうちょっとこうシュッとした大きいものがあったらいいですよね。奥に鉢で育てていたアジサイをちょっと置いてみまして、ポスターをねそこに置いてみたんですけど、まあ、斑入りがね3つ重なってるので、それもちょっと変かな。アジサイとポスターの場所変えてみましょうか。はい、ポスターとアジサイの場所を変えてみました。なんかこの方がしっくりするような気がしますので、これでね植え付けていきたいと思います。全然抜けない。上がすぼまってるこういう鉢ってここまでガチガチに育てちゃうともう抜けなくなっちゃうので、最悪鉢をね壊さないと抜けないことになっちゃう。抜けるかな。20分ぐらいかかったね。で、アジサイを植えようかなと思ったら、クリーム色のリコリスの球根がねいっぱい出てきちゃったんですけど、先日いただいたアジサイをここに植えたいと思います。どうでしょう、いい感じな気がするんですよね。あんまりね、木の根元すぎると良くないとは思うんですけど、アジサイってね、
すごくでかくなっちゃうじゃないですか。あんまり伸び伸びしすぎると私の背丈よりでかくなっちゃってるので、うちのアジサイは。なのでこの辺でちょっと窮屈に育ってもらってちょうどいいかなと思うのでね、この株元に植えちゃいたいと思います。ピンクのアジサイ、あとこちらの山アジサイもまたねいただいたので、こちらも植えました。菊崎ハイアジサイとゴールドリーフのアジサイです。楽しみですね。はい、とりあえず完成になります。なんかすごくいろいろやった気がするんですけど、あんまり変わってないというね。何をしたかと言いますと、ここにねヒューケラをね2つ植えまして、こっちもヒューケラとクリスマスローズを植えました。はい、ここにもヒューケラを植えました。とここにアジュガとクリスマスローズ植えましたね。でここのタイツリコさんのところには来月ビオラが発売されたらね、ビオラを植えようかなと思います。この辺りちょっと悩みましたけれどもね、まあ大して変わってない感じもしますけど、あと荻原植物園さんでいろいろ購入したので、それの植え付け動画もね撮りたいなと思いますけれども、はい、とりあえず今回はこの辺りで終了したいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあ。